1995年1月17日午前5時46分、戦後初めての大都市直下型地震である兵庫県南部地震が発生し、神戸市を中心に阪神淡路大震災をもたらしました。生涯忘れられない揺れできたね。今まで経験のなかった家の下敷きになりましてね、それで意識がもう遠のいていってたんです。それを近所の人たち助け出されて、そして救い出されたんです。それからおよそ20年、亡くなった人々を追悼し、災害によって得られた教訓や課題を次世代に語り継いでいくために、毎年多くの市民らが集い祈りを捧げてきました。しかし復興が進み、震災の面影を街で見つけることも難しくなってきた現在、震災の体験や記憶の継承が被災者の高齢化や市民の関心の薄れなどもあり、困難になってきていると言われています。阪神淡路大震災の経験やその科学的な研究から、私たちは何を未来に受け継いでいけるのでしょうか。阪神淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震は、淡路島北部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震で、神戸市などの一部地域では震度7に相当する揺れを記録。激しい揺れにより神戸市の中心部では多くのビルが倒壊するなど、都市は壊滅的な被害を受けました。この震災による死者は6434人、負傷者は4万人以上に上ったのです。兵庫県三木市にある世界最大級の地震実験施設 e ディフェンスです。防災科学技術研究所が建設したこの施設では、阪神淡路大震災の教訓を生かし、実大規模の構造物を実際に破壊し、そのメカニズムの解明などを行っています。研究員の佐々木智弘さんです。さまざまな構造物の振動実験を続けています。実物を有するれものを作ってやって、実物が壊れていく様っていうのをきちっとデータとして取得することによって、物が壊れる過程っていうのの現象解明っていうものを進めることで、なぜあの時にあんな被害が起こったのかっていうものに対して答えを見出すことができるんじゃないかっていうことで、うちの施設の利用っていうのが始まりました。兵庫県南部地震で計測された短周期地震動は、直下型地震で発生しやすい 1,2 秒の短い周期の揺れで、構造物には決定的なダメージを与えると言われています。地震発生当時、設計の基準となっていた地震のレベルをはるかに超えた強い揺れが構造物に加わったのです。 e ディフェンスでは、木造住宅、橋梁、免震構造などさまざまな構造物の試験体を使い、破壊現象や耐震性能の解明を行っています。例えばこれは1970年代に作られた古い耐震基準で施工された学校校舎です。そこに兵庫県南部地震に近い揺れを加える実験を行いました。
こちらは学校の校舎を模擬して作った試験体です。で、基本的には古い基準で作られた試験体を模擬してまして、特徴的な壊れ方としてはここの部分になります。こちらの部分にあります壁がですね、柱を押さえていることによりまして、窓の部分だけが壊れるという特徴的な壊れ方をしてます。今回の実験では同じ設計である2つの試験体を使用、耐震補強をしていないものとしたものを比較し、その効果を検証しました。兵庫県南部地震に近い揺れに対して耐震補強をしていない試験体がほぼ倒壊したのに対して、補強をした試験体はやや破損した程度にとどまり、耐震補強の有効性が分かりました。e ディフェンスでは新しい防災技術の研究も進んでいます。現行の基準で作られた橋脚は阪神・淡路大震災レベルの揺れだと十分耐えられることが検証されてきています。ただしコンクリートは押しつぶす力に対しては強いのですが、引っ張る力に対しては弱く、ひびが入ると同時に割れてしまう非常に脆い材料です。そのためコンクリートの強度を高める研究開発が試みられています。コンクリートの弱点である引っ張り側の特性っていうのを改善するために、コンクリートの中に、ポリプロピレンの繊維を混ぜた新しい材料っていうのを持ってきまして、それを使って、いろいろと検証を行いました。このコンクリートはわずか長さ12ミリのポリプロピレン繊維を全体積の 1.5% に当たる量を投入したものです。多少のひび割れが生じてもすぐに崩壊に至らない粘り強さを持っています。阪神・淡路大震災の 1.5 倍の地震を3回かけても十分、持つっていうこと、また地震を受けた直後であっても多少の修復ぐらいでまた継続して使用できるってことが分かってまして、そういった材料を使うことで、非常にいい性能の良い構造物ができるっていうことが分かってきています。阪神淡路大震災以降、構造物の耐震基準は強化され研究も進み、その成果が実際の建物に生かされています。しかしいくら備えても想定外の地震も起こるリスクが常に存在することを私たちは知っておく必要があるのです。現在神戸市内には震災で崩壊したものが保存展示されている場所があります。年月を重ね大きく姿を変えた町、震災の記憶を継承していくために人々の記憶を風化させないことが重要です。だからこそ被災当時の姿をとどめる建物の跡などの役割が大きくなってきているのです。それらはいつしか震災遺構と呼ばれるようになりました。神戸市三宮の中心部から徒歩およそ10分、阪神淡路大震災で壊された国道2号浜手バイパスの橋脚があります。むき出しになった鉄骨、曲がった伸縮装置など地震の強大なエネルギーを生々しく物語っています。震災によって道路施設では至る所が被災し、中には橋脚が傾き崩れるなど大きな被害を受けたところもありました。被災した当時の姿をそのまま保存展示することで人々に被害を思い起こさせ、防災意識の向上に役立ちます。震災で神戸港は岸壁が崩壊し、港湾施設は大きなダメージを受けました。メリケンハトバも大きく壊れ、岸壁は海側に大きく傾き、陸地のコンクリート舗装が陥没するなど甚大な被害を受けました。
現在は崩壊部分や傾いた照明灯など被災部分およそ60メートルをできる限りそのままの形で保存し、被害状況を目に見える形で残しています。震災の被害を伝えるこうした意向は、復興が進む中、維持費などの経済的な問題などから議論が尽くせないまま消えてしまったものも多くありますが、災害の伝承には被害を肌で感じるような遺構の存在が大切なのです。震災の記憶や体験から得た教訓を後世に伝承する手段は、震災遺構だけでなく新たな方法も生まれています。人と防災未来センター、阪神淡路大震災の記録収集や伝承に関わる活動の拠点となる施設です。綺麗な街並みに復興し、震災時の状況が分からなくなっている現在、震災の伝承活動の一環としてスマートフォンやタブレットを使う新たなアプリが生まれました。実際に開発に携わった宇田川実之さんです。まさにその場所で昔災害があった、多くの建物が壊れた、その現場でそれを体感してもらおうと思いまして、持ち歩きのできるスマートフォン、それがタブレット、これを使って開発しようと思いました。実際にこのアプリを街に出て使ってみました。街並みにスマートフォンをかざすと、震災直後の風景が画面に現れます。 GPS 機能の情報をもとに現在地に近い写真データを取得できるのです。現地で現在の風景と震災当時の風景を容易に比較することができ、その場所の震災から復興までの経過を知ることができるのです。また日々変化する街の様子を誰でも投稿できるようになっています。震災当日の写真だけでなく、復興過程の様子など、その場所で過去と現在の姿を目の当たりにすることで、震災をめぐってさまざまなことを感じたり考えることができます。写っている写真もあるんですが、それを撮った方ですね、その震災を体験をした21年前にその場所にまさに立っていた方がどんなことを思っていたんだろうかとか、いったふうなことにも想像が及ぶようになりまして、多分震災を伝えていくってことの中には、多分そうしたことも多分とても大事なんだなってことが改めて分かってまいりました。震災を伝承する新たな試みによって、防災について学び考える機会が今後さらに広がっていくことが期待されています。地震のメカニズムの研究や震災遺構の保存など、一つの災害から得た教訓が次の対策へとつながり、防災の科学の遺産が積み重なっていきます。災害対策に終わりがないため、次世代に確実に伝えていく必要があるのです。